チャオ、あちゃんです。今日はロケやないけどね、寝坊してもらったということでね、ちょっと慌てて準備します。ソーレイをね、5cc コップに入れます。よいしょ。ここにね、ミネラルウォーターを、アクアミネラルを、これぐらい入れます。よし、これもね。ではいただきます。やっぱり染み渡る気がする。あのね、昨日ねからやっぱりこう、あのまあ、塩水ローションしてるのもあるかもわからんけど、肌がすごくもちもちしてるのね。で、塩水ローションのおかげなのか、ソーレのおかげなのかわからへんね。ただね、今日は寝坊しました。でも、やばって目覚めた後、すぐ動けるっていう、なかなかこうちょっとね、あっちゃんには無理やねんね。足が変わんなかった。寝起きでね、いつもちょっとぼーっとして30分ぐらいは布団から動かれへんかったりするね。いつもだから起きるちょっと前ぐらいに目覚まして、そこからぼーっとしてるのね。それなしでね、今日は遅刻したやばいと思って、遅刻じゃ寝坊したやばいと思って目覚ましてんけど、すぐに動けるっていうね、まあこれがなかなかあっちゃんにできへんなことができるようになってきたかなと。あとね、昨日おとついと頭痛薬を飲んでない、で今日今目覚めたらね、ちょっとね、いつもより暑かったんね。部屋が30度超えてたんね。26度設定にしてやんねんけど、全然エアコンが効かんくて、効かんちゅうか、暑なってて、ちょっと、なんていうの、頭が、首がここがすごい痛いね。でも、いつもやったらこの感覚で頭痛薬飲むんだけど、飲まずにちょっと今日はいようかな。治るか、そっか途中で飲まないといけないのか、試してみようと思うんだけどね。で、あとね、ちょっと準備して、早く準備してないかな。メイクどうしようかな。今日ちょっとメイク軽くしようかなと思ってんけどね。まあ、時間的なもんとね、あと、暑いから、これちょっと、今日ロケ、汗だくなのかな。ダウンってメイク取れたのかな。染み渡るね、体にね。何の変哲もないね。ほんのり塩が入ってるかなっていうぐらいの水やね。これが岩塩の効果かな。わからへんねん、どこまでか。でも、なんかわからんけど、肌ツヤはすごく良くなった気がする。で、これが昨日の岩塩スプレーだけ、昨日一日だけでね、岩塩スプレーがそんなに効くんやったら、ちょっと素晴らしすぎるし。ただまあ、塩の浸透圧っていうのを舐めたらあかんかなっていうのもあるからね。まあ、そのあたりがちょっと、だから飲むっていうのは体の中から浸透していく、スプレーっていうのは体の外から浸透していく、そういうところで
こうダブルの効果があるのかもわからないけど、ただでもね飲むっていうのがすごくいいのかもわからない、うん、で体がねすごい元気になっていく気がするんだよね。で昨日はね、まあ、あの蛍光補水液、あっちゃん特製蛍光補水液を持って行ったのもあるのかもわからないんだけど、めちゃくちゃ暑かったんけど、そんなにね、なんだろう、あれはなかったね。夏バテ症状も出えへんかったし、いつもやったらあの暑さで買い物行って帰ってきたらもう倒れて動けんくなるんだけど、昨日は全然そんなこともなかったね。じゃあ夏バテとかその暑さに弱いのね、だからやねんけど。体はね、味は美味しくないよ。体がこう美味しいなってこう染み渡るなって感じがする。なんかほんまにね、スポンジが水を吸収していくっていうそんな感じがするね。今日はでもね、ほんま寝起きっていうか寝坊して、今9時やねん、正直ね、10時出発やねん、10時に来てくれねんけど、9時になりました。で今日ちょっとね、準備したのがね、これアラジオが入ってる、入れるのは大変やねん、これするの結局昨日寝るのは3時やねん、なんやかんやねん、ちょっとね、アラジオ入れてんねんけど、これ持って行って舐めたり、ちょっとお茶に入れたりとかね、途中でペットボトルがあったらペットボトルにちょっと入れたりとかね、そういうことするとね、またね、アラジオはいくら取ってもいいんで、これで持っていきます。ちょっとこうバッグに忍ばしていきます。で荷物をねできる限り減らして、で一つにまとめてね、であのあっちゃんがロケの時持っていくバッグと、で普段お店に入る時持っていくバッグ、それと、スタッフさんに預けとくやつ、メイク直しとか、ヘアスタイル直せとかね、ヘアアイロンとかを入れたバッグとに分けたん でそうした方がもういちいちねロケの時とあれだけで変えられるかなと思って、その方がね持っていくもの減るしねと思ってちょっとそこは、いつももうバッグ持ったくってね足負担かかっちゃうし、やっぱりねそういうのもちょっとずつね撮影向けに変えていこうと思って、はい、そんなことしとってね。昨日だからそれで3時ぐらい前寝とって、で寝坊して、まあ9時になってもうてんけどね、まあ6時間はね、だからね、元気は元気やねんけどね、だから、今まあ、こんな感じで、分からへんねんけど、もう日々元気にはなってきてるけど、ちょっと鼻出てった、ちょっとね。日々元気にはなってる気はするね。で、目覚めがね、すごく違う、今のところ。あと、アレルギーに関してはどうかわからへんね。目が昨日からずっと痒からね、まあ、それが治ってくれたらなと思うね。アレルギー薬をね、昨日だからちょっと止めてんけどもね。はい、まあ、そんな感じで、今日も一日よろしくお願いします。はい、またね、明日もそれどんなもんか、レビューしたいと思います。毎日ちょっとだけね、ちょっとまあどんな感じに変わったかなって、今のほんまに体感、自分の体感だけを報告していきます。はい、ではまたね、バイバイ。今日なっちゃんの、総礼5日目、よかったと思ってたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。5日目、ちょうど4日だってね。肌がすごくもっちりしてる感じがするね。これがほんまに、あ、でもお腹とかは塩やってないんだけど、やっぱりスベスベ感が違うね。うん、やっぱりね、体がすごいスベスベしてる感じがする。だから顔とかね、腕とか出てるところはシュッシュしたけど、お腹とかね、その背中とか胸とかそのあたりの見えてへんところはシュッシュしてないんだけどね、体中もちもちしてる感じがする。やっぱりそれ効果かもわかんないね。まあ両方効果が出たらそれでいいしね。はい、ということでした。今日はね、また、ね、バイバイ。